これがライトルームに、特化した。そうです。なんていう、なんていうテック、ループテック、ループテックというものです。はい。で、このあたりが色温度、ライトルームの色温度であるとか、はいはい、色かぶり。色かぶり。で、この辺が、サイドの調整をすると。はい。で、実際にこれを調整してみると。これ今色かぶりの方が動いてますね。非常にいいですね。微調整が本当できますよね。値が1段階ずつちゃんと上げたり下げたりできますもんね。どうしてもマウスでやると2とか3とか4まとまって動いちゃって大変なところですけど、これ楽でいいですよね。で、押し込むとリセットされると。これ全部のボタンが、はい、ボタンとかノブがリセットを押し込むとリセットされる。リセットされますね、はい、それはまた元に戻るってアンドゥするときに便利ですね。できます。アンドゥボタンは左側の角にアンドゥとリドゥがついてます。はい、ここにだから一個一個のアンドゥリドゥはそれでいいけれども、何回かやった後にこれだけリセットしたいとかってなったときはボタンを押せばいい、はい、最初に戻るっていうことが、ね、そうですね、はい、なるほど、そうです、そうです。でこの辺り今英語になってますけども、ハイライト、シャドウ、黒ですね、あとホワイト、はい、この辺りは露出とかのこのコントラストを調整したりするやつ、そのまま。で、ここが明瞭度とか、コントラストとか、この辺りをコントロールする。はい、明瞭度もポイントですね。で、はい、この部分がレーティング、レーティングのタブになってるわけですね。で、これを押すとカラーレーティング、もう一回押すとスターレーティングで、レーティングができます。で、ここについている色、レッド、イエロー、グリーン、ブルー、パープルでカラーレーティングできて、この線の数が星の数、スターの数ですね。だからスターレーティングにしておく場合はこの上の、線のこの数を見て、はい、これで、5スターだったりシングルスターだったりということですね。はい、で5スターで1回押してもう1回押せばレーティングゼロに戻るんですね。ゼロに戻りますね。はい、でファンクションを押しながら、5スターとかオースターとかって選んでいただければ、それだけが一気に出るっていうことが、抽出するのにファンクションとこのボタンを押せば、はい、全部抽出されて出てくる、はい、で相当あれですね、マウスでやるものに対して、省力化というかできます、ね、単純化できて、はい、できますね。であとはこの辺りに、色合い、サイド、輝度というボタンの切り替えがあり、さっきのこのつまみと同じなんですけど、ここで色の調整っていうのができます。この部分、HSL カラーのところの設定、はい、この部分ですね、このメニューのところの設定ができるということですね。で、これを同じように押し込むと、すべてリセットされますね。リセットされる。リセット。押し込むとリセット。はい、っていうのができます。この大きなコントロールダイヤルというのは主に何に使うの？これはクロップです。写真のクロップをしたい場合はこれでクロップと傾き調整、傾きですね。でこれを奥に押し込むとクロップされた決定というのができます。でそれをアンドゥリングで戻すということももちろんできます。これはじゃあクロップ、大きく言うとあれですね、傾き補正をしてクロップするって感じですね。そうです、そうです、そうです、はい、で、あとはこれらは、ここでビフォーアフター、現像の現像前を画面に分けて、はいはい、ワンクリックで変えられる。で、はい、やっぱシャープネスとかかけたりするときにフルスクリーンで例えばもうちょっと大きい画面で見たいとか、その演出するときにでここのは大きい画面で露出補正もできるよっていうのがこのフルスクリーンモード。フルスクリーンモードにもうワンボタンですぐになりますよと、はい、でエクスポートは書き出し、書き出しですね。書き出しがこれ一番一つでボタン一つでできます。これは、書き出しするときに何パターンか自分なりのプレセットがこう作ってあったような場合に選ぶということができるんですか？はい、一応これエクスポートというのを押していただくと、この画面が出てくるということですね。出てくるのでここで単純にこっちで選ぶっていうところになるんですけど、マウスで選ぶか、このカーソルで選ぶか、それはバスで選ぶかっていうところになります。なるほど、はい、じゃあエクスポートメニューがポンと出てくるっていうことですね。わかりました、わかりました。で、これらはすべてWindows でも Mac でも、ループテクのここのカスタムモードのですね、部分で、今色分けされてます。パープルの色、ここが全てカスタムのこのファンクションボタンになります。これらは一回クリックを押すと、この C3 には、じゃあ何を入れたいか、クロップを入れたいならクロップ。
ットンを入れてそこにボタンを割り当てるカスタムっていうのができます。はい、でカスタムを選んで、でもう一度ですねこのカスタムモードっていうところを押すと今度はオレンジ色になります。そうすると先ほど最初触られた明瞭度だったりとかコントラストのあたりサイドのあたりを全てあのチェンジが自分なりのアレンジっていうのができます。でそれをすることによってここのですねカスタムボタン色がついてます、光ってます。でこれを押すことによって今のカスタムがここのつまみに全て入ります。ライトがついてるときにそのカスタムの設定が生きていきます。で押すとこれがこの今の標準のこの表示の状態で状態に戻る。戻る。じゃあ、自分がよく使う、メニューであるとか、はい、このスライダーの部分のあれを、まあ、このダイヤルなどにノブなどに割り当てておいて、でカスタムでボタンを押してカスタムが有効な状態にしてまず挑戦して、そういうことです。でそれ以外に標準的なところのやつであまり使わないようなところでも、はい、この表示通りの部分を使いたいということで、はい、一旦ノーマルモードに戻して、はい、で、やる、そういうことです、はい、そういうことができる。はい、非常に使い勝手です。 そうですね、作業的にもすごい速いです。効率がいいですね。なんせ、はい、あのスライダーを動かすのにマウスでやってると、はい、1動かしたいだけなのに5、6ババッと動いてしまう。です、ね、で結局数字ダイレクト打ちになってしまったりとか、はい、っていうのがライトルーム、まあ、フォトショップのスライダー大きくってマウスでもいいんですけど、はい、ライトルームのスライダーって幅が狭くて、はい、本当に微妙なところなんですけど、はい、それがこれでだいぶ改善されそうですね。そうですね、本当にあのライトルームには特化してるんですけれども非常にあの効率化を図っているものなのでぜひぜひ皆さん使ってほしいですね。はい、ちなみにこれいくらになるんですか。うち のホームページであの売ってるんですけれども3万4千税込みです。あ、じゃあ現在斉田さんのホームページでの販売価格は3万4千やってます。はい、はい、こちらですね、こちらの QR コードを読み込んでいただいて、斉田さんのホームページに行っていただければこの、ループテックの、はい、あのページに飛ぶと分かります。すいません、いろいろありがとうございました。ありがとうございました。